大乳洞はどれくらい？昔、稲葉の国に深い森があった。見上げるばかりの大木が何百本も重なり合って枝を伸ばし、昼でも暗く、夜ともなると、目の前で花をつままれてもわからないほどであった。いつの頃からか、誰言うともなく、この森に大乳洞が現れるという噂が流れた。さて、稲葉の国の殿様の家来に、半田半夜太という肝っ玉の太い侍がいた。肝っ玉ばかりか、その腕も確かで、これまでの剣術試合に敗れたことはなかった。ある日、大乳洞の噂を聞いた半夜太は、よし、わしがその正体を確かめてやる。と、わざわざ夕方になるのを待って、森へ出かけていった。驚いたことに、森の近くに一軒の茶店があった。こんなところで茶店を開くとは、なかなかのもの。感心しながら中へ入っていくと、年取った男が一人で店番をしていた。亭主、何か食べるものをくれ。いらっしゃい。亭主はニコリともせず立ち上がり、半夜太をじろじろ眺めていたが、今からどこへおいでになるので？と尋ねた。半夜太は腰の刀に手をやり、胸を張って答えた。この森には怪しい大乳洞が現れるというのではないか。今からその正体を確かめに行く。その途端、天使は急に笑顔になり、もみ手をしながら言った。それは何よりのこと。実は大乳洞の噂のため、この茶店にいる客がさっぱりで困っていたところなんです。お侍さんに大乳洞を退治してもらえば、村の者も大喜びするに違いありません。どうぞ気をつけておいでください。何でも大乳洞は夜中に現れるとか。なるほど。それにしてもこんな場所に一人でいて怖くはないか。別に何とも思いません。今更どこに行くあてもありませんし。亭主はすぐに小魚と野菜の煮付けにご飯の鉢を出してきた。こんなものしかありませんが、よかったら一本つけましょうか。いや、これで十分。酒はやめておこう。半夜太はうまそうに飯を食い終わると、店主に金を払って店を出た。どうぞお気をつけて。お帰りにはぜひお立ち寄りください。うまいものでも作ってお待ちしています。店主はわざわざ店の前まで出て、半夜太を見送った。外はすっかり暗くなっていて、森の中へ足を踏み入れた途端、何も見えなくなった。それでも闇の中でじっと目を凝らしていると、木の枝の揺れるのがかすかに見える。半夜太は腰の刀に手をかけたまま、一歩一歩踏みしめるように歩いていった。どのくらい歩いただろうか、何か白っぽく光るものがあるので、手で触ってみると石段だった。そういえば、この森にも神社があったと聞く。半夜太は釣れかけた石段をゆっくり登っていった。上へ行くにつれて風が強くなってきた。木の枝が風を受け、ざわざわとなる。なんとも不気味で、怖いものなしの半夜太も足のすくむ思いがする。早く現れぬか。イライラしながら石段を登り詰めると古い神社と新しい建物の前に出た。ほとんど壊れていて中に入ることもできない。半夜太は少し疲れた。その場に腰を下ろし、しばらく風の音を聞いていた。別に変わった様子もなく、大乳洞どころか獣一匹現れなかった。そのうちになんだか馬鹿らしくなってきた。やっぱり噂だけだったか。それを真に受けてわざわざこんなとこまで来るとは、とんだくさびれ儲けた。半夜太は一人で苦笑いして立ち上がった。と、にわかに生臭い風が吹いてきた。怪しげな雰囲気に包まれた。何者？半夜太は刀に手をかけて身構えた。木の上からさっと二筋の光が差し込んだ。驚いて見上げると、目の前に雲をつくばかりの大乳洞が立っているではないか。
その光は大乳洞の目から漏れるもので、ランランと輝いていた。大抵のものなら、ここで気を失うか、逃げ出すところとか、半夜太はびくりともしない。大乳洞は何も言わず、しばらく半夜太を睨みつけていたが、相手が恐れる様子も見せないので、張り合いが抜けたのが、そのままくるりと背を向けた。待て、逃げるとは卑怯者、この半夜太が退治してくれるわ、と刀を抜いた。それでも大乳洞は振り向きもせず、たちまち暗闇の中に消えていった。がっかりするやら、ほっとするやら、それでも大乳洞を見ることができたので、半夜太はひとまず引き上げようと石段を降り、来た道を引き返していった。森折れで茶店の明かりが見えた。あの亭主、まだ起きていると見える。半夜太は急いで茶店に行くと、どんどんと戸を叩いた。亭主、今戻ってきた。へい、ただいま。亭主が戸を開けて出てきた。おや、先ほどのお侍様、よくまあご無事で。ところで大乳洞はいかがでしたか。出た出た、ついに出た。してどんな様子でした。噂通りの大乳洞じゃ。ランランと光る龍馬で拙者を睨みつけておった。なるほど。で、大きさはこれくらい。亭主が両手を広げた。いやいや、そんなものじゃない。では、これくらいか。亭主は思い切り背を伸ばして両手を伸ばした。とてもとても人間並みの大きさじゃない。そんなら、これくらいというのに亭主の体がぐんぐんと大きくなっていく。半夜太が、はっとして上を見上げたら、なんと二つの目をランランと光らせた。あの大乳洞が立っているではないか。お前は、さすがの半夜太も、これには肝の冷やし、そのまま気を失ってしまった。後で気がついたら、そこは茶店ではなく、草ぼうぼうたる野原であったという。果たして、大乳洞の正体は何者だったか、ついに分からずじまいであった。